昨年の9月2日に野田内閣がスタートいたしました、えー、ということは約半年余り経過をしたわけでございますが本当に多くの国難ともいえる課題を今たくさん抱えています大震災からの復旧復興ですが高い壇上から恐縮でございますが率直に今 困っていることがございまして、それは災害廃棄物、がれきの処理なんですが、約2200万トン発生しました。宮城県で19年分です。岩手県で11年分ですね。とても被災地だけでは処理することは困難です。助け合い、支え合いはまだ続けなければなりません。その象徴的なテーマが 今申し上げたがれきの広域処理、被災地以外のところで,です、ね、ぜひご協力をいただきたいんです、そこで今日お集まりの皆様の中の業界にも、焼却施設を持っているところもあるんじゃないでしょうか、セメント業界、製紙業、あるいは化学、そういう焼却施設をぜひ活用して、ご協力をぜひお願いをしたいというふうに思いますし。 今日お集まりの皆様は、経済活動を通じて、地域のリーダーという方が多いと思います。ぜひ、地元の世論形成、地元でもがれきの処理、協力していいよ、そういう世論を作っていただきますように、高い壇上から恐縮でございますが、お願いをさせていただきたいというふうに思います。 経済の再生についてでありますけれども、貿易立国である日本がさらに日本の経済を発展させ、成長させていくためには、世界経済の活力を取り込んでいくことが大事でございます。その意味では、我が内閣の基本方針は、高いレベルの経済連携を力強く推進をすることでございます。中小企業の皆様におかれましても、 海外需要世界の需要を取り込んでいくために、積極的に海外展開をしていただければというふうに思います。なお、中小企業は、まさに日本経済の基礎であります。え今年の夏までに、日本再生戦略をまとめる予定でございますが、その中には、中小企業の活性化を一つの柱に位置づけて、推進をさせていただきたいというふうに思います。 それからもう一つ、社会保障と税の一体化、これ待ったなしでございます。これまでは、給付、社会保障の恩恵は高齢者中心、負担、これは現役世代中心という構造では、持続可能な社会保障を組み立てることはできません。 人生前半の社会保障、支える側の子育てなどの支援もしていかなければいけないという状況になります。オールジャパンですべての世代で助け合い、支え合うという消費税を社会保障に充てるというような改革をしていかなければならないと思います。ぜひ、この点についても皆様のご理解をお願いをしたいと思います。